紀北町図書館は、三重県北室郡紀北町が設置する公立図書館。紀長島図書室、宮間図書室、児童図書室の3室からなる。紀北町は2005年1月11日に、紀長島町と宮間町が新設合併して発足した。紀長島町、宮間町ともに図書館法に基づく図書館を開設しておらず、 キー長島町から多目的会館図書室を、宮間町から町民センター図書室と自動図書館を引き継いで運営を開始した。この一館二室は、各々が独立して運営され、インターネットからの蔵書検索や予約などはできなかった。2013年10月1日に、紀北町図書館システムが稼働し、インターネットによる蔵書検索や予約が可能になり、町内の他館、 多質所蔵の図書を任意の館、室に取り寄せることも可能になった。同時に、三重県図書館情報ネットワークに加入したため、三重県立図書館をはじめとする、同ネットワークに加入する図書館の蔵書を取り寄せることができるようになった。一方、従来の図書利用カードは使用できなくなり、基北庁図書カードを新規に発行する必要が生じた。2016年12月6日、 紀北町議会に図書館条例を制定するための関連議案が上提された。これに伴い多目的会館図書室を、キーナガ島図書室、町民センター図書室を、宮山図書室、児童図書館を児童図書室に解消。キーナガ島図書室は2017年3月に、紀北町振興会館へ移転する見通しであることが、中日新聞で報道された。 そして2017年2月26日に多目的会館図書室が移転のために一旦休館となり、同年3月11日に木永長島図書室として開け出した。同時に町民センター図書室が宮間図書室に児童図書館が児童図書室に解消された。紀北町地域振興会館金井長島図書室の 入口紀北町気長島図書室は、三重県北室郡紀北町長島2141番地の紀北町地域振興会館2階にある図書室である。アイセルは JP-1007,265。紀北町地域振興会館は、旧気長島総合支所であり、2階に図書室、3階に紀北町郷土資料室を設置している。 2017年2月26日まで、紀北町多目的会館にあり、紀北町多目的会館図書室と称していた。紀北町の設置する3室のうち、唯一30県図書館協会の施設会員になっている。図書室のある紀北町地域振興会館2階の床面積は567平方メートルである。 北町多目的海館図書室時代の2015年3月31日、現在の蔵書数は19013冊、2014年度、現在の利用者数は6709人、貸出者数は13960冊であった。漁業の盛んな地域であることから、水産業に関する資料や魚類図鑑を充実させている。 紀北町多目的会館は1981年4月9日に竣工した鉄骨構造3階建ての施設で2階に多目的会館と書室があり、紀伊長島公民館を併設していた。この施設は農業構造改善尊落特別対策事業の一環で建設され農家のために建てられたものであったが、農業とは関係のない一般の町民の社会教育や 文化活動の場としても活用された。二階の図書室は当時町民の間で町に図書館をという運動に応えるものとなったという記述が木長島市にあるが、開館時点の蔵書は公民館から引き継いだ一般書100冊、児童書400冊しかなかった。そこで図書充実委員会を立ち上げて町民への募金活動を展開し、図書の寄贈を受けて、 所蔵冊数を増やしていった。多目的会館は耐震基準を満たしていない上老朽化が進行し、図書室部分の床面積は和室部分35平方メートルを含めて145平方メートルと狭く、初夏の間隔が75センチメートルほどで利用者間がすれ違えず、初夏の余裕や学習、閲覧スペースがないなどの問題が散積していた。そこで、紀北町では、 2007年に耐震工事が完了している、紀北町地域振興会館2階への移転を計画した。新図書室の面積は567平方メートルで、一般書か1万5千冊以上、自動書か6千冊以上、絵本書か3千冊以上、AV 書か150点以上を目標に掲げた。2016年12月の紀北町議会で、2017年3月に、 紀北町地域振興会館へ移転、木永長島図書室に改称することが決定した。2016年12月、年末年始に役立つ本のコーナーを開設した。なお図書室には、職宅職員として、図書館、司書1名を配置していた。そして2017年2月26日に、多目的会館図書室が移転のために一旦休館となり、同年3月11日に、 紀北町地域振興会館へ移転し、紀伊長島図書室として再開した。同日に紀伊長島資料室も開室し、両施設の開室記念式典が12時45分から、挙行された。新図書室は初夏を低く、通路を広くし、学習スペースも設置した。宮本図書室のある紀北町町院センター。 紀北町宮図書室は、三重県北室郡紀北町愛が513番地3の紀北町町面センター2.3階にある図書室である。紀北町町面センターは1975年4月に宮間町町面センターとして竣工した、鉄筋コンクリート構造3階建ての施設であるが、2007年に耐震工事を行い、2014年に改修工事を完了している。 図書室は、町民センターの開館した1975年4月に設置された。アイッセルは JP-1007,266。2016年12月の紀北町大議会で、宮間図書室に解消することが決定し、2017年3月11日に、宮間図書室に解消された。図書室の床面積は書庫を含めて350平方メートルであり、 各階175平方メートルとなっている。2014年までは、図書室は3階部分のみであったが、2階を使用していた、紀北町役場の部署が移転して、空き部屋になったことから2階も図書室に充当された。2014年2月に改装を終えて、再開館2階は高さ1.6メートルの初夏で、子供や高齢者が使いやすくし、3階に11席の、 学習スペースを設置した。2015年3月31日現在の蔵書数は22,642冊。2014年度、現在の利用者数は3,816人。貸出冊数は5,670冊である。郷土市に関する資料を重点的に収集している。食卓職員として、図書館、市所1名を配置している。最寄り駅の JR 規制本線。 愛賀駅から徒歩約10分、または、紀北町2古カバス、宮間総合支所バス停から徒歩約1分である。駐車場は10台。紀北町児童図書室は、三重県北室郡紀北町愛が379番地、1の紀北町教育会館1階にある図書館である。紀北町教育会館は1995年11月に、 竣工した鉄筋コンクリート構造2階建ての施設で、新耐震基準に沿って建設された。アイセルは j p 1 0二7 2 6 7 2016年12月の紀北町大議会で、自動図書室に解消することが決定し、2017年3月11日に、自動図書室に解消された。図書室の床面積は66平方メートルであり、 読み聞かせを行う場合は隣接する30平方メートルの情報学習室を利用する。2015年3月31日現在の蔵書数は4673冊で大半が自動書、紙芝居、絵本である。2014年度現在の利用者数は3243人のうち小学生以下は2340人と7割以上を占め。 貸し出し冊数は3908冊である。親子で、のんびりと読書を楽しめる、空間づくりを心がけている。食卓職員として、図書館、秘書1名を配置している。最寄り駅の JR 帰省本線、愛賀駅から徒歩約3分である。駐車場は33台。ありがとうございます。